みんな見てください。こちらは私昨日着ていたパジャマです。これから抜きます。パパパパパパジャマ、パパパジャマ、パパパパパパジャマ、パパパジャマ。私の初見、私の初恋の思い出は小学校6年の時に彼と何もデートとかしてなかった。ただ毎日バスを乗って家に帰りました。体の秘密は実は私の左眉毛と右眉毛、あ、間違えた、左眉毛と右眉毛は長さが違います。プレゼントはカツラ欲しいです。中国から来たローラちゃんです。今年20歳です。一人で抜けるもん。お疲れ様です。それでは最後に私の特技を披露します。中国語の講座です。よろしくお願いします。まず一番最初は日本語で可愛い、中国語では可愛、可愛。みんなも見てみてください。次は頑張る日本、それ中国では加油日本、加油日本。次は付き合ってください、それ中国語では请和我交往、请和我交往。みんなも言ってみてね。最後は私大好きな中国語ではめんどくさい、それ日本語では、あ、違う、それ中国語では好麻烦、好麻烦。みんなできましたか？言ってみてください。はい。